下下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 こんにちは、みなさん。今私はどこにいるでしょうか。アラモアナショッピングセンターの駐車場にいるんだけど、今日ね、6月1日なので、6月1日と6月3日がミスハワイの日なのよ。で、今日は、そのほら、ミスハワイって、今年何人いるのかな ?20 とか21人とかそんぐらいいるんだけど、その中で、ほら、絞っていかなきゃいけないじゃん。ミスハワイを決めるために。で、今日はその、1回戦目というか、2回あるんだよ。今日と、明後日あって、今日はその1回戦目みたいな日なのね。面白いのはなんか縁があって、私の子供が行っている学校の先生が、ずっとお世話になってる人、若い先生なんだけど、その、今年ミスハワイに出場するって言ってて、まあ、聞いてたの、全然。だけど、なんか、あえて私は自分からさ、メイク必要だったら言ってね、とか、言う機会を見逃しててね、行きに行かなかったわけ。で、この間、本当に、3週間ぐらい前とかよ。2、3週間ぐらい前とかよに、自分の子供の誕生日パーティーをプールでしたのね。で、その時に、その先生のさ、兄弟もその学校に来てるからって言うんで、先生に会う機会があったの。子供の誕生日パーティーの時に。で、それで喋ってて、で、その、どうなのって言って、メイクアップアーティストとか、ヘアスタイリストとか、いるのみたいな感じで言ったら、自分で全部やるって言ってたから、私そのメイクやるよって言って、でそれで縁があって、そう、私は彼女のメイクを担当今日することになったね。で今日と、その明後日もそうなので、今日選ばれるのは今日わからないんだよね。今日出場する人たちは、次の第、最終のほらファイナルにさ進めるかっていうのは、そのファイナルの日に発表されるわけ。だから、私はもう今日もメイクするし、そのファイナルの日もするしっていう感じで、2日間、そう、お願いされてて、で、またですよ、ちょっと早めに着いたからね、こうやって今ビデオを回しているんでございます。そうなの。だからね、すごく楽しみなの。やっぱ嬉しいよね。自分の子供がお世話になった先生のメイクを担当させてもらえるっていうのはすごい嬉しいし。なんか私もさ、そのさ、学校、アメリカだからね、みんな言うんだけど、自分がどういう仕事してるかとかって。だけどさ、なんかコロナがあったりとか、あと学校自体がものすごく小さいとかで、あんまりそのさ、私たちが学校の先生と絡める機会っていうのが、朝こう子供たちを降ろしに行って、あと迎えに行く時ぐらいしか絡めなかったわけ。だから全然自分の話をすることもないしさ、絡めることがなかったんだよね。もっとその機会があれば、ね、なんだろう、もっと早く決まった話だったんだろうけど、そのラストメネッツだったけども、結局、良かったですよ。とりあえずやることになって。そうなの。で、昨日全部こうさ、全体的にメイクのあれとか、一応ヘアも持ってきたんでね、自分でやるって言ってたんだけど、一応、もしかしたらお願いするかもって言われたから、もうヘアのものとかも持ってきて、昨日全体的に見たんだけど、やっぱいいよね。メイクっていうのは楽しい。今日、だからちょっと、自分のメイクも時間かけてやったんだけどさ、見てこの眉毛。この眉毛超久しぶりじゃない？このさ、わかる？このキリッとなってるやつ。コンシーラーは使わなかったけど、ちょっと恥ずかしいから隠すよ。久しぶりで恥ずかしいから。ほら、私、眉毛も整えてないのね。自分のブッシーな眉毛そのまんまなの。だから、なんか久しぶりにやって、でもやっぱりブッシーの髪の毛はあるからさ、ちょっと恥ずかしいからこうやって隠すね。隠すんだよね。
こんなメイク久しぶりにしたでや。久しぶり。そう、まつげパーマしたからですね、前回のビデオに比べまして、皆さんまつげパーマしたから、エクステンションとかはついてないの。それで自まつげなの。去年もね、ミスハワイのメイクで入らせてもらって、一人の子にお願いされて、1日はメイクとヘアやって、2日目はヘアだけやったんだけど、そうだから、どこに車止めたらいいとかも分かってるんだよねどこに止めたらいいとかさ、全部分かってんの。なんだけど、なんかチケットがものすごく高いから、今日の予選は今日の予選は私は別に見ない、このあと残って予選を見るっていう形ではないんだけど、明日のそのファイナルのやつはただのチケットくれるって言ってたから、そのこのママが、私がメイクするこのママがただのチケットくれるって言ってたから、残って見ていこうかなと思うんだけどね。なんか言いません、ジェルのさ、 USB の USB じゃねえよ、なんだっけ、あのライターあるじゃない、あれがさ、なんかガンを引き起こすとか言うて最近聞いたんだけどさ、どうしてます皆さん、ネイルどうしてる？私はもう自分でやってるんだけどさ、なんかジェルのやつ買って、で家で自分でやってるの。この色かわいいでしょ、オリーブカラー。ここ取れてしや。そうなの、やっぱ完璧にはなれないよね。何かしらいつもオフなわけ、オフ。まあ、でも人間ってそういうものじゃない、どんだけ完璧に見える人でも絶対にどっか欠けてるんだけど、その欠けてるところを上手に見せないのが上手なんだよねどうしよう、もう行こうかな。ちゃんとですよ、今日出てくる前に、今日はね木曜日だから、平日だから、うちの旦那はお仕事だったんだけど早く帰ってきてもらって、で残り多分家で仕事して、子供もう夏休み入っちゃったからさ、夏休み入ったんて皆さん大事件です。夏休みに入りましたはい、夏休みに入ったんです。そうだから子供は家にいるんで、木曜日じゃん、平日じゃん、だからうちの旦那に早く帰ってきてもらって、で私はここにいるんだけど、もうなんか旦那に任せると食べ物とかすっごいもう危ういからさ、朝であれよね、もう昼と夜分も全部作ってきた、トマトスープとトマトのなんかミネストローネみたいなやつと、あと何作ったっけ、なんかそぼろみたいなんだけど野菜がいっぱい入ってるやつね。でさ、夏休みじゃない、もううちの一番上のお兄ちゃんはサマーキャンプとかやりたくない、うちのね一番上のお兄ちゃんはスポーツっていうよりかもコーディングとかそういうのの方がもう興味があるから、ケムロはずっともうオンラインでコーディングのレッスンを受けてて、週1で家帰ってきてからね。でそのオンラインのレッスンもさ、本土のそのセントラルタイムでやってるのよ、やってるやつだから、ハワイに時間合わせると、キャメロンが帰ってきてやってるやつ、あれもお願いして時間作ってもらったんだけど、夕方の5時から1時間だけキャメロンはオンラインのレッスンやってるのね。でそれがさ、メインランドの時間メインランドの時間だと、夜の10時とかなのね。だから、その時間に先生をさ、なんかできるって言ってたからやってもらって、でそう1時間だけレッスンしてるんだけど、そうなんかコーディングとかうちの子は好きなのね、一番上のお兄ちゃんは。だからこの夏もそのコーディングのレッスン習ってるじゃん。で下の2人はこのプールとかさ、そういうのが好きだから、スイミングのレッスンを週2回ずつ2人とも同じ時間帯に1対1のレッスンなんだよ。だからそれをさ習わせてて、
っていう感じで、その習い事とかがない時はもう外連れてったりとかね、海連れてったりとか、なんかもう疲れた時はもうテレビとか見させてさ、もうそれでなんとか乗り切っていくしかないね、夏ほんと。よし、私はもう今車止めてるじゃん、この車から出たらもう彼女の部屋に直行で行くんだよね。で1時半に来てって言われてるから、早く行ったら失礼じゃない。多分なんか練習とかしてんだよね今ね。なんかね、ミスハワイって可愛いとか綺麗とか見た目をがうんぬんっていうだけじゃないんだよ。まあそれももちろん大事なんだけど、大事なんだけど、まあ歩き方とかもそうだし、あとタレント、自分がどういうことができるかっていうのも見られるし、あと頭が良くなきゃダメなのね。そう、去年なんか担当した子に教えてもらったんだけど、でなんかそういう政治系のこととか、なんかいろんなその環境のこととか、審査員の人が質問するのよ。でそれの引っ掛け質問とかもあるんだって。それを上手にかわしてアンサーするとか、まあ、知ってなきゃダメだよね、いろんなことを。だからそうで、なんかそういうのもあるし、あと自分のタレントを披露する、なんかフラ踊ってる子もいたし、普通にそのジムナスティックみたいなのやる子もいるし、私が去年担当した子はその子も学校の先生だったのね学校の先生だったので、彼女はサイエンス系を教えてる子だったから、なんかその瓶とかさ使ってさ、本当に理科みたいな、なんかそのケミカルリアクションを起こすみたいな、で爆発ボーンとさせるみたいな、なんかそんなを彼女は去年やってて、なんかワーオって思わせれるようなやつ披露してて、そう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 。で私が今年担当する子は何を披露するのかな、全然詳しく喋ってないからわからないけど、すごい楽しみ、すごい楽しみ。ここからのビュー皆さん見ますか。私のビューはこんな感じです。今これがアラモアナホテルなの。ちょっと汚いね、このあっちの方、 あっちの方、そうだから、ここからガラ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 って行って中入ってくる。これが私の荷物たち。このね、仕事やっぱいつもね持ち物が多いんだよね。あれがメイクのスーツケースじゃん。でこれは髪の毛が入ってる、コートとかさ見えるでしょ、ペーパータオルとかで、自分のバッグがあって水、そういう感じなんですOK、 じゃあ私準備していこうかな、トイレ行きたいからね。 OK、 これ私が最近読んでる本、ね、このぐらいしかまだ読んでないけど、かなり好き。これ今日時間はあるかな、読めるかな、一応持ってきたんだけどね。私の予定ではこのメイクと髪の毛もは、まあトータルでだいたい2時間ぐらいかかるとするじゃない。でそしたらちょっといろいろなとこ寄るよ、そりゃ寄るよ、アラモアナだもん。まあチャイナタウンの方行きたいんだよね、ちょっと考えてみる。あとなんか食べるし、今日何も食べてない。今日は朝起きてコーヒー飲んで、でスムージー作ったんだよね。そうで、それを飲んで、でもうすぐ急いで、もうなんだろうね、お昼とか作り始めて料理して自分のメイクして、で出てきたから、あんまり食べてないから、食べるのも楽しみ。はい、では行きます。Let's go.
これがラモアナホテルだね。お母さんに電話しました。彼女のお母さんに電話しましたね。そう、彼女のママに電話したら今多分練習してるって。だから待たないと。多分2階で練習してるんで、あの大きな会場で。だから私は待たないとです。
で今片付けております。私が担当したリーザちゃんはもう行かないといけなかったのよ。だからもうパパーって終わったら行っちゃって、あのビデオ撮りたかったんで結構急ぎだった。全体的にいつもそうなのね。いつもそう、全然いつも時間ない。で行く途中とかまではさビデオ撮れるんだけど、やってる間っていうのはもう全然ね。私はもう今日は終わりなのよ。ね。そうだから。で、これいいんだよ。これわかります？こうやってさ、置くの、置けるの。これ、熱に耐熱性のあるやつ。だから、こうやってさ、帰る時とかも冷めるの待たなくても大丈夫なのよ。こういうの良くない？あと、このね、これはビューティーブレンダー入れてるやつなんだけど、隙間があってさ、こう密封しないから、密封するとカビでできるよね。ビューティーブレンダーって濡れて使う、濡らして使うじゃない。だからカビができるから、だけどこうやって空気が行ったり来たりしてるから、まあ、家帰って洗うまでね、数時間あるじゃん。密封したくはないじゃない、その濡れてるビューティーブレンダー、しかもファンデーションが吸い取ってるやつだからいいですよ。これこっちか。で、OK、私はおしまいですね、これで。よし。これも大事なエクステンションコード、Always。で、私は帰るよ。よし、とりあえずこの荷物をね、車に入れないと先に。うわ、疲れた。ほら。グッジョブでした。はい。のファイナルの日です。まだお願いされてる時間まで
結構時間があるから、これから自分はランチだけ食べに行く。今ラモーナショッピングセンターです。暑いんだけど、着いたよ、とりあえず。とりあえず待ってる、今。暑い。なんか全然近くに止められなくて、ちょっと遠くに止めたな。だからすげえ、急いだから。汗かいてる。はず。なんか私今日さ、韓国のママみたいじゃない？I want chair, let's see, like that, yeah, good. Look the side hair, how much do you want? Just like the same as last time. I think like the little bit that was out was kind of cute. Mm-hmm. Thank you.
But I'll probably like run down to grab her. Where is she? That's a good question. Yeah. で帰ってきました。 OK。 なんかああいう何ショーとかってやっぱりウェディングとかもそうだけど、なんか当日とかですごく変更とかいきなりあったりとかして、今回もで絶対そういうのがね起こるのよ。起こるんだけど、今日ももあのまんまとそういう感じで、なんかもともとここでやるメイクするって言ってたところじゃなくなっていきなりで、そう急遽またホテルでメイクすることになったりとかして、だけど全然時間内に終わったし、彼女もリラックスしてる感じだったからすごい良かった、良かったです。普段こういう感じのお仕事するときってほら、やメイクする側と髪の毛する側とあとされる側が同じことをほら考えてないといけないじゃん。だから本番ぶっ続けでやるのはちょっとリスキーだから、トライアルメイクアップって言って、本番の全然前にさちょっとお試しでやって、あじゃあちょっとスキントーンはこの感じだねとか、あとなんかメイクはこんな感じとか、じゃあリップはこのカラーでいこうとかやるんだけど、彼女の場合はしなかったのね。そう、初め多分自分でメイクやろうと思ってたんだよ彼女で。そのなんだっけ、私の子供の誕生日パーティーに、彼女の兄弟が来てたから、それでそう、そのなんだっけ、そのミスハワイの話になって、いるのみたいな、私メイクとヘアできるよとか言ってやろうかって言って、それでなっていきなり決まったやつだから、そうお試しとかもしなかったんだよね。だから1日目にやったのはちょっとファンデーションが明るめだったから、今回はもうちょっとこうダークめにしてほしいって言われて、そうしたりとか、あと彼女は今このホテルでメイクしたけど、ここから移動しないといけないのね、ハワイティーターっていうところに。だから、そこで彼女は自分で自分のリップをやるからっつってリップは仕上げなくって、そう結構全体的にあれだな、1回目よりかはちょっとこう軽めに仕上げた感じ今日はって感じ。そう、まあ、無事に終わったからよかった。いや彼女のねお母さんがチケットくれたから、
私もそのミスハワイのファイナルを見に行くんだけど、今日まだそれまで全然時間があるから時間を潰そうと思う。ショーの間はですね、私の真後ろにセキュリティの方がいて、ビデオを撮ったりカメラをすることを禁じてたんです。で、今の時代にね、コンサートとか行ってもビデオ撮ったりカメラでね撮影してポストするななんて言わないからなんでと思ったんですけど、なんで私の手元にフテージはないんですが、私が担当したアリーザちゃんは、ね、残念ながらミスハワイには選ばれなかったんですけど、でもとっても綺麗で堂々としててステージの上でとても感動しましたし、私もこういった感じのショーを見たことがなかったからとてもいい経験になりました。皆さんとっても頑張ってて、応援の方とかもすごかったです。楽しかったですよ。